じゃあ開封していきたいと思います。やばい、クラリスめっちゃ可愛い。このクラリスすごいドハマりです。これ結構出来いいんじゃないですか。はい、どうもスカイです、今回はね、以前アップさせていただきました駿河屋さんでフィギュア2つ買ってきましたっていう動画の続きになります。パート1の方ではミニーさんの方を組み立ててみたんですけど、今回はクラリスですね。500円のクラリスが2割引きで売ってましたんで、実際400円で買ってきたクラリスを開封してレビューしていきたいと思います。これは本当に可愛いんで、このパッケージのデザインだけで可愛いんで即買いでした。ということで開封の方をねしてレビューしていきたいと思います。じゃあ行きます。じゃあ開封していきたいと思います。これはね、前回のミニーちゃんに比べたらもうすでに開封されてる感があるんで、これは本当に中古かもしれないですね。こんな感じ。あ、でも箱開けただけや。新品。一回箱開けただけで飾ってもないですね。これ新古品でしたね。開封済みの新古品です。あ、ラッキー。400円のクラリス、ラッキー。じゃあね、例のごとく組み立てていきたいと思います。はい、クラリスさん完成しました。やばい、クラリスめっちゃ可愛い。あの、特段クラウタではないんですけど、このクラリスすごいドハマりです。すごい可愛らしさが全面に現れてますね。これめっちゃ可愛い。これは血でも落ちるわって感じの可愛さですね。見て、このリボンとかもすごいね、なびいてる感じがすごい躍動感があって可愛いですね。でこの表情もね、すごい豊かですよね。これ結構出来いいんじゃないですか。クラリス可愛いな、めっちゃ可愛いわ。これちょっと買ってよかったかなって思ったりしてます。これね、元の値段が1400円で、で値段が下がって500円で、そこからまた割引2割で400円でした。これはお買い得だったかなっていうふうに思います。ということで今回はね、クラリスさんを開封してレビューの方してみました。こちらもまあ去年のものではあるんですけど、すごいね、いい買い物ができてすごく満足しております。ということで、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録の方とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。ではこの辺りで失礼させていただきます。バイバーイ。クラリス可愛い。